よっしゃー、ゲームやっていくぜ。どうもライスゲームズのライスでーす。では期末テストやっていきたいと思いまーす。お、完璧じゃないか。まあまあか、まあまあか、まあまあか、いい出来。前回これの成績は悪くて、今回どうしたのみたいな感じでヒカルに言われたんだよな。基本僕のね、実況はね、こう、ため撮りとか多いんですけどね。うお、すげえ。テストの結果発表、ホムラの誕生日、夏休み開始、イエーイ。ねえ、ため撮りが多いんですけど、すごいため撮りが多いんですけど、今回はね、ちょっとファイアーエンブレムがね、ちょっとね、面白すぎて、2日丸々ずーっとやり続けて、うわ、40位じゃん。結構いいじゃないか。やり続けて、マジで、丸2日休み、丸々潰しちゃったからな。いや、酔ってるな。お、そういえば今日はホムラの誕生日だな。誕生日どうしようかな。あげるん、誕生日何しようかな。これだろう。DG ゴリラ。ホムラ、いないかな。あ、ホムラ、あ、どうした。うわ、スパラボー、これ、誕生日プレゼント、開けてみてよ。やっぱりな。わかってぜ。よかった。すごく喜んでるみたいだ。ホムラ仲間にしたいな。今ツイッターで上げてて、今ね、見た感じ 67% とかなってたから、70% 以上で、ちょっと攻略サイトをね、70% 以上で攻略サイトを見ないみたいなね、感じでね、やってるんですけど、俺は正直見たいな。うん。見て、ちょっと、パッ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 とね、見したいなと思ってるっていうか、そんなことよりもね、実際は、やっぱり自分がね、こう、パパパパパッと見たいというイメージがあるという。とりあえずバッドシーンだけちょっと見て、断った時に、断ったっていうか、最悪な選択肢を選んだ時に、なんか、うわ、こういう対応をするみたいなね。そういうところを見たいだけ。お、海！電車で行ける？びっくりマーク2つ？やばいね。うん、バッチリ OK です。来たー！これは来てる。やばいな。俺死んじゃうよ。大丈夫か？俺死んじゃうよ。はーい。はーい。おーほー、うわ、彼女欲しい。あれ、どうしたの、光。急にごめんね。なんだよ。今日は誕生日だよ。おほほー、おー、あざーす。ありがとう、この誕生日は俺に。わざわざ来たんだぞ。受け取ってよね。うわー、こういう女の子欲しいな。めっちゃ欲しい。もちろん、ありがとう、光。うわぁ、俺ならその場で、あ、光、開けてもいいみたいな感じで言うのにな。俺絶対言うわ。間違いなく言うわ。酔ってなくても言うわ。お、光とデート。それじゃあ、響きの駅で光を待とう。いや、ときめもっていいな。実際自分でこう、言葉発してるけど、プレイ中、プレイ中っていうか、一人でこう、実況取らない状態の時は、無言でやってるからな。でも心の中ではこう思ってるみたいな感じなんだよな。せっかくだしさ、雨でも行ける場所にしよっか。知ってるよ。おお、そうか、そこに行こう。ふう、よかった。よっしゃ、どこに行こうとしたんだっけ。ボーリングとビリヤード、今日はどっちにする。ビリヤード。うわー、待てよ。女の子はね、正直ね、ビリヤードは得意じゃないんだよな。でもビリヤードにしよう。じゃあ行こう。おい、ういビリヤードってさ、ルールがいまいち覚えられなくて。いや、簡単なのでいいよ。適当に言ってば OK だよ。わあ、でもそういう性格じゃないんだ。適正、わあ、どうしようかな、これ迷うな。教えてあげるから大丈夫の方が一番いいような気がする。ありがとう。じゃあ楽しくやろうね。最初は何をするんだ。お、来たー、来たー、ほわー。何やねん、この叫びは。酔ってるなー。ねえ、お腹すかな。
お、ほらね、やっぱね、一番いい印象を取れば飯に行けるんだよ。まあ俺はいい印象を取らなくても飯行こうぜって言うけど、突然言うからな。狙った女性には必ず言うから、飯行こうぜって。じゃあ適当に買ってくるね。俺が決めるよ。俺が適当に買ってくるよ。なんかいつもより美味しい気が。いやー、これ聞いたわ、ね、前回聞いたわ。あは、わかったわ。うわ、でもね、こういうシチュエーションやってみたいわ、うん、めっちゃやってみたいわ。いいなー、光うぜー。おい、俺にもくれ。最低だな俺、最低だな。お、8月5日って今日じゃねえかよ。おい、今日じゃねえかよ。おいおい、明日あれだぞ、祭りやぞ。おい、場所バレるぞ。水族館行くぞ。おい、オッケー。いいよ。台風来るんかな。台風来たら困るな。台風マジ困るんだよな。台風来たらな、家出たくないしな。だがしかしな、実況を撮りたいしな。ちょっとね、でも今月はね、ちょっとね、休みすぎたしな。でもな、ファイアーエンブレムな、もうね、エンディング終わってな、プライベートでめっちゃやってるからな。多分ね、エンディングを迎えるまでよりも、プライベートの方がやってるんじゃないかなと。2日潰したからな、マジで。マジで2日潰したからな。わー、めっちゃいい、めっちゃ可愛いじゃん。俺が主人公なら早く行くね。間違いない。早く来ると思ってたなら早く来る。あ、ペンギン賞やってるね。見に行こうよ。ね。あ、行こう。だってさ、やっぱさ、なんか早めに来てもらったら悪いじゃん。だからさ、なんかそれを分かってて早めに行くみたいなね。ふぅ。わぁ、一番下だな、正直。ペンギンって、鳥なんだけど、体の中に足をこう折り曲げてやってるんだよな。実はあれ、ペンギンってのの足がめちゃめちゃ長いんだよ。もともとは鳥だから。知らなかっただろう。あれも肉体がくっついて、ペンギンってああいうちょこ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 しか歩けなくなってるんだよ。昔だと、あれなんだよな、足を伸ばして飛んでたんだよ、昔はな。ねえ、どうしようかな。めっちゃどうしようかな。待って、一番下かな、やっぱり。俺、正直。一番下かな。あのね、この上のね、2個はね、正直選ばんと思う。俺が、現実にいたならば。ということで、選ぶぜ。そういえばそうだよね。ペンギンが鳥だっていうの。あー、こんなもんか。マジか、正解どれかわからんな、正直。うわー、かわいい。あ、ギャルゲーっていいな。あ、はーい、なんじゃい。おー、祭りか。あれ、ヒカルどうしたの。これから花火大会に行こう。おー、行こうよ。現実の俺は2日後に花火大会だけどな。まあ、分かりやすく言ったら明日だな。まあ、台風来て終わりだけどな。場所分かっちゃうよ。あ、確かにな。前の彼女は浴衣持ってなかったからな。元カノはね、しょぼかったからな。しょっぺ、しょっぺ、しょっぺ。多分これ聞いてないから言っとこう。聞いたら怒るけどな。あー、これ真ん中いいな。これ真ん中超いいな。真ん中がいいな。いや、真ん中やね。花火より光の浴衣姿の方が見てみたいな。え、そうなの。いやだ、もうそんなこと言って。バカ。おお、バッチリ印象ある。これ飯行くぞ。お、あ、これその前に花火だな。お、来た。これオープニング来たぞ。おお、そりゃディスク4まであるわ。うわ、ウイスキーうめえ。
アルコールの味あんま好きじゃないけどな、ソーダ割りだとうまいな。いや、ジンジャー割りが一番好きだけどな、やっぱりな。カロリーメイト超うめえわ。カロリーメイトで酒飲むと超うまいんだけど、あのカロリーメイトのこの パサパサ感がやばい。うわ、俺も今隣にいてもドキドキする。隣にいないけど、けどな、俺彼女とね一緒に横にいたらな、ベタベタしちゃうしな、それがあんまり良くないんだよな。これ真ん中絶対ダメだろう。うん、俺も興奮してるよって、それはないな。よし、俺が確認してやろう。これもダメだな、それは体に良くないな、もうダメだな。うわ、これちょっとさ、選択肢ひどいな、ひどいよ、ひどすぎるよ。俺のこの酔っ払い加減もひどいよ。うわー、眠て、うわー。正直ね、この真ん中の選んだら、まあリアルで返されたら、うん、俺も興奮してるよって言ったら、え、何今日やりたいのみたいな感じでリアルに返される。いや、私今日は別にいいんだけどみたいな感じでリアルに言われちゃうから、下なんだけどな。でもね、下はね、下ネタ半端ないんだよな。ということで真ん中でしょ。こんな見事な花火久しぶりだな。うわ、来たー来たー。じゃあそろそろ帰ろっか。あのさ、一緒に帰ろうよ。うわ、いいなー。わー、ときめも最高だな、最高だな、やべえ、最高だな、やべえ。さあ、幼少を磨くか。ちょっと77低すぎるな。お、今日はそういえば一文字の誕生日だな。一文字って誰だ、全然わかんない。とりあえずあげよう。一文字って誰だ、あのなんかツインテールの短い髪の女の子やったかな。確かね、メルキンサックとかね、あげるとダメだから、ブレスレットだな。あー、こいつだー。あげてみてよ。やっぱりプレゼントは内容より気持ちだよね。めっちゃ棒読みやな、めっちゃ棒読み。なんだよその言い方。ありがとう、プレゼントはやっぱり気持ちだよねって、ふざけんなよ。もうちょっと感情出せよ。ありがとう、プレゼントって気持ちだよねみたいな感じで言えよ、バカ野郎。今回編集せんでもいいかもしれない。酔ってる方が面白いぞ、そんな感じがする。指が痛いんだよな正直ね。居酒屋で2軒働いてるけどね、もうね、指がボロボロなんだよね、実は。もう店の人にも言ってないけど、ボロボロなんだよ、すげえ。もうね、もうね、アトピー、昔のアトピーのね、あれがすごいんだよ、あれがな、あれがな、もうあれで喋るけど、あれがな、もうボロボロなんだよ、実は。お、むずき、おい、一緒に帰ろうぜ。むずきさーん。でも俺ね、むずきあんまり好きじゃない、タイプじゃないんだよな。用もなし。あ、ツンデレのね、ツンだけってきついんだよ、正直。楽しいのか、本当に。おい、主人公、楽しいのか、お前は。絶対楽しくねえだろ。ん？待っててよかった。一緒に帰ろうよ。帰ろう。だね、V 服もかわいいな。お、光は何かやりたいことあるの？私は小物屋がやりたいんだけど。小物屋、フリーマーケットみたいなもんかな。いいと思うよ、光も光の趣味って感じだね。小物屋できたら決まったら本気で光は燃えそうだけどな。頑張れよ主人公。意見も出尽くしたかな。じゃ、
小物屋。もう演劇はいい。あのなんか男2人でなんかわしゃわしゃするの嫌だ。お、小物屋に決まったな。光嬉しそうだな。俺が言うだけで決まっちゃうの？まあそうだよな、ゲームだもんな。それはゲームだもんな。現実じゃありえねえと言ってもな、俺のところな、現実はね、可愛くて勉強ができて、そういえば今日かすみ先生の誕生日だな。プレゼントどうしようかな。あげる。何をプレゼントしようかな。プリプリワンピースがいいな。でも着てほしい、着てほしいけど着ないだろうなー、ということでキーホルダー。あ、かすみ先生、かすみであったのか。どうしたの？これプレゼント開けてみてよ。気持ちだけで十分だ。あー、ワンピースの方が良かったかな、うん。お、今回は修道院さんのあれか、怪しいジャンクパーツ。お菓子組み合わせは絶対起こるだろう。最新ゲームよりやっぱ怪しいジャンクパーツのような気がする。修道院さん、素直に通してくれるわけないと思うんだけど、どうしよう。どのようなご用でござる。あの修道院さんにプレゼント。メイ様はお忙しいので。はい、じゃあ これを。確かにお預かり。お願いします。どっちか分からんぞ。結果が分からんぞ。今日は本番は明後日だというように、小物の集まりが悪いな。本当さ、うちにある小物でよかったら。いや、持っていくよ。本当か。イエーイ。全部はダメだけどね。そういや、ヒカルは昔から変なもんを集めるのが趣味だったもん。レナか、日暮らしのレナか。変なものじゃないってば。よし、変なものって言ったじゃん。とにかく行ってみようぜ。確かにな。じゃあ行こう。へえ。でも自分で作ってもいいけどな。ひかりちゃんの部屋ってもうあんまり見ないでよ。変態、おい帰るだよ。お前二人きりにさせろ。おっと、そうだな、さっさと見つけちゃおう。こっちの箱とそっちの棚はだいたい平気。うお、マジで。めっちゃ引き出し開けちゃいまくるよ。そんなにしたら怒られるな。これとかどうかな。私はいいけど、買っていく人いる。まあ一応持っていくか。この指輪なんか。あ、それは。それはダメ。どうかしたか。うん、別に。絶対なんかあったろ。絶対なんかあるぞ。ふう、思ったより揃ったな。これなら小物屋ができそうだ。そうだね、結構いっぱいある。なあ、ひかり、どうかしたか。何が？さっきから元気がないみたいだぞ。そんなことないよ。ほら、子供の頃からずっと持ってたから、ちょっと名残をし。おい、無理に出さなくてもいいんだぞ。間違いさらせばいいんだからな。まあ実は俺があげたものとかそういうものかね。待ってくれよ、町で探し直し。こら、たくみ。はい。はーい。いいっていいって、探すの大変。まあ、確かにそうだけどさ。それに今さら持ってても仕方ないものばかりだ。嘘つけ。俺のあれだろ、あのつながりのなんかものだろ。いいのか、うん、光。嘘やん。よし、決まった。じゃあこれは俺が保管するから。これ絶対バッドエンドパターンじゃないのか、もしかして。よろしくね。おい、あそこまでやったのに付き合ってないの？ふざけんなや。じゃ文化祭終わったら終わろうかなと思っております。ということで文化祭だ。さてクラスに急ごう。どうしたんだ、体の調子でも悪いのか。うん、ちゃんと売れてるかな。いや、そりゃ売れてるよ。あ、クラスの小物屋か。そんなに売れまくるってことはないと思うけど。そうだよね。聞いてると思うけど、まるで売れない方がいいみたいだ。もしかして売るの嫌だったんじゃない。違うってば。全然そんなこと。本当に、うん、あ、そうだ、私ちょっと。やっぱ変だよな。ま、気持ちわかるよ。子供の頃からずっと待って。何よ。
あ、ここで思い出すんだ。なんてこった、あの指は俺が光に買ってやったやつやだ。それをあいつ大事に。色長、なんで気づかなかったんだ。急いで買い戻さなきゃ。というところでイベントが発生するんじゃないか。この指輪くださいみたいだね。来るんじゃない、来るんじゃない、来るんじゃない、来るよ来るよ来るよ。こら匠、あの指輪残ってるか。血相変えてなんだよ急に。驚くじゃないか。いや、そりゃよ、驚くために言ったんだよ。指輪だよ指輪。お前が光の家で、家で見つけたやつだ。残ってるだろうな。光ちゃんの、ああのガキっぽいやつ。うお、よかった。それ持っていくぞ。へえ、変わってるな。500買う。元はといえばお前のせいだから、自分で出しとけ。おいおい、それはひどいな。文句は言わせないぞ。おい、確かにそれはひどいだ。でもな、これはいいね。来たよ。あ、いいところ。じゃあ後でいいけどさ、ひかりちゃんが落ち込んで。どこへ行った。ひかりちゃんが暗い顔してるの珍しいから。来てる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 。だからどこ行ったんだ。体育館のあたりだよ。うおー、おいいね。お前めっちゃいいじゃん。名前忘れたけど、ヒカルはいた、あそこか。おいヒカル、どうしたの、そんなに慌て。今小物屋の様子を見てきたところなんだ。そうなんだ、どう。ああ、店は大繁盛だったよ。そう、よかったよ。あ、だから危なかったんだ。先に売れたらどうしようかと思ってたよ。え？ほらこれ。うわ、かっこいいな、ここ、かっこいいな。俺もやりてー。うわ、BGM BGM。 うわ、そして俺が目を離したうちに、僕サムネ決定だな。ごめん、さっきまで忘れてたんだ。自分で買ってあげたものなのに、あの日小遣いをはたいてさ。ありがとう。うほー。ごめんね、ごめん。でもお前も悪いとこあるぞ。匠が言い出したときにちゃんと断らないから。そうだね、もう二度と手放さないから。宝物なんだ。そうだよ、そう言ってくれればいいんだよバカ野郎。そんなもの大事にしすぎるのもどうかと思うけどな。金数くらいなら持っていた方がいいよ。うん、いつか代わりのをくれたときは、その時は。おお。え、絶対主人公、おーって心の中で言ってたよ。やばいな、これ。うわー、文化祭も終わりだね。ちょっと。ひかり、頑張ってたもんな。うん。まだ時間？時間が経つの早いから、もう必要か。ちょっと、センチメンタルになるんだな。私ね、この学校に来てよかった。なんで？どうした、ひかり。卒業まで。二人一緒で楽しく過ごそうね。約束だよ。これで彼女じゃないの？やばいね。これここまでやって彼女じゃないの？マジかよ。ふざけんなよ。あ、約束するよ。一瞬見えたけどな。ここまで行って彼女じゃないの？マジで？もう彼女だろ完全に。そこ主人公言えよバカ野郎。とりあえず腹筋するか腹筋。だからセーブできねえのかよ。ここまで来て彼女じゃねえのかよ。マジ、ふぬけだな、ふぬけん。ふぬけんだな、ふぬけん。というところで今回はここまでにしたいと思います。では、ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃねー。あれ、セーブはできんぞ。セーブ。ほら、ほら、セーブ。ほら、はい、セーブ、セーブ、セーブ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、チャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。
じゃあねー。